どうもみなさん、こんにちは。ワッソンでございます。それでは、ザシンキングして、続き遊んでいきたいと思いまーす。あ、こっちの部屋とかも入れるんだ。何があるのおう、巻き羽、薬卿、鉄くずですか。勝手に盗んでいいのかしら。こちらの部屋は入れない。こちらの部屋は入れるの。のなんだこれは。悪夢。初めての窓を塞で、飛びれんって分けたあいつらは、ただの人間だ。王位の王の一味だ。 あ、多いの、多いっていうのか分からんけど、これ確かハスターだっけごめんね、そこら辺俺ね、覚えてないわ。確か多いの大手ハスターだった気がするけど、玉ゲッチュー。この世界では玉が貴重らしいですからね。アートさえ、あんたが何かを傷って部屋に入るのを見た。床は綺麗に使ってくれ。傷をつけたら、弁償してもらう。家主。なるほど。ビクトもしねえわ。ビクトも死ねってわざわざ言うってことは何かあるのかね上はあかね 開いたわおう。この部屋はまあまあ普通。多すぎる偶然。放題がいくつか消えた。数隻の船が海で迷い、そのうちいくつかは町の浜辺に打ち上げられている。それが一つ。だが今、野心なる者が港で作業にあたって船を回収しようとしている。あいつは回収した船を売ってかなりの利益を上げている。偶然だな。調査した方がいい。この町への航行がこれほど難しくなければいいのだかと。なるほどね。あいつが沈めてるんじゃないかというか、そういう問題か。 早く。研究やってることただの泥棒。ここも開くのか。あ、でも情報あるからな。なんだこれ。スログモートの写真かな。ここは開かねえか。OK。まあ、こんなもんか。というわけで宿から出ましょうかね。前回はスログモートの事件を解決したこと終わったのかな。一応は。で、何やら新しい。おぉ。やっと来たか。えー、っとか。騒ぐのやめたと。出てってもらうからな。ここか、亭主か。あ、そんなに騒ぎた俺。騒ぎっては。 何のことだよ客でも最低限の礼儀は持ち合わせてもらおう。うめき具合とか、自分を取らてとか、そういうのはやめろ。いいな。オーケーオげーケー。わかった。ああ、わかった。何があったかはっきりとは覚えてないが、気をつけるよ。ああ、今度やったら他の心臓者とみてに、足の下で眠ることなるからな噛みました。逆に審査じゃないみたいだな。勝負は言うるのは、俺たちのおかげだとは。 思わないのか大水以降やってくる新参者は、どいつもこいつも完全に狂ってやがるんだよ。それは一体奴らが出た後に見つかる行かれたよとか、本とかどんなもかしらんだろう。奴らがまともにできるのは、コンロに火をつけることぐらいだ。確かに見つけたもんなメモは。見せてもらっても。ほらな、ショのやつは誰もかかるとしないが、お前は進んでみてみたいという。どうぞどうぞ、好きなだけ持っていけ。これって今持ってきたもの、それと今からもらえるの。新参者を見張っていくのめっちゃ増えた。 めっちゃ増えた。オークオントからの手紙。ははまあそんな感じか。おっ。路上の3つの十字に、ね、記号について。街の扉に H が歪んだ記号があるあ。あるいは住民がいるか。V 字の記号は閉鎖的危険な場所を探す。いいものが見つかるかもしれない。螺旋状はわかんないから調べてくれ。十字に3つの K の記号を見たら武器を構えた方がいいと。ほう。覚えた方がいいかな。で はいはい。わかりましたよ。見張っててください。お、早っ泥棒。え深夜なあるビクターや大とどうですかあー困っまつてブラックコードで助けと思ります。多いか。意味がわかんねえな。まあ、とりあえず出ますか。よいしょ。さて、悪魔の岩礁、ファーストトラベルチューナ、ね、どこに行くべきなんだこれは。えー、っと、カバーサイド北部、アッシャーカイドとヒューバードの十字路にあるか。えー、カバーサイド。アッシャーカイドとヒューバード。まあ、とりあえず北行ってみるか。 ここは水没してるああ、これで移動すんのか。水没した町だからか。お怪物出没、出没ってなんだ、出没区域。何その怖い感じ。こんなもう、ここには怪物出ますよって知られてるぐらいやばい場所なんだ。わあ、やばいのいる。あまっ。行った。行った、ちょっと待って、待って。 あ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、ごめん。退避、退避、退避、退避逃げまーす。やべえ。予想以上に怪物出てた。おわ。もう弾めっちゃ使ったし、弾5発やっても死なねんだな、あいつら。えちなんだあいつらマジで。やば、雑草した。船が雑草したんで、こっちとこで行きます。これかなあ、なんかめっちゃ絡みついてる。ちょっと待って待って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。普通に死んだわ。 なんかあっさり死んだな。とりあえず、なんか、基地の場所は分かんないからこっち行ってみるか。市役所らしい。体力の最大値減ったこれ。銃持ってるかっこいい。あ、ここはスログモートンっていいか。t h ごめん。うーん、どうしよう。どこ行こうどうか。どうか市役所ブル新聞は取りないところ。さっさと持ってて。もう邪魔しないで。誰かと間違えてるかと思うが。心臓はもろでしょ うん新参者だけど、何の鑑定やるんだよ。古新聞と何の鑑定やるんだオールディネーは寒いでしょだから古新聞を集めに行くのよ。ああ、そういうこと。俺は最近ここにったがいいんうん。チャールズだと探偵だ。古新聞欲しいんだよ。資料室のね、あんただったのね、アルバート・スログモードの殺人事件をか解いたのって。私はヘレン・ブランドねえ、お願いしたことがあるんだけど。 何でしょうか単独取材をさせてほしいの。後悔されないよ。大木本新聞はここ一体で一番の新聞だから。あ、そうなんだ。もう別に構わんけど。なるほど。それじゃあ、バンドさん、時間を見つけてこよう。いや、もう別にいいよで、いいよ、例の取材。時間はあるから。いいよ、有名だけど、自己紹介して。ああ、海軍に属していた。元は海軍所属の潜水士なんだ。USS サイクロップスに乗っていた。戦後はボストンにいた。その後はずっと指摘判定をしていた。<laughs> まあ、とても勇敢な水兵さんね。 ここの生活も簡単になれるんじゃないかしら僕はミスだらけですからね。うん、なんでこの街に多くもの企画は遠隔の原因を探している。ジェー現象の原因を探しているんだ、あれね。ここの住民にも影響しいるけど、私の懸念はむしろ洪水の方ね。ああ。あとアルバート・スログモートは調査隊を送り出していたわね。そして彼らを探すにわれた。いいだと思わないか今日はこれでジェンダー思うわと。うん。リードさんありがとう。喜んで。 ピンブルになるかもしれないな面白いことをすれば。そら、そのうちさ、号外号外っていう知識解除だ。それじゃ、お、なんかある。おー、弾だ。ライフルの弾か。ライフル弾なんて俺持って、しょうがないけどな。ライフル弾なんか持っても俺は何も使えないけどな。なんか、丸してんな。えー、なんかキスしてんだけど。スログモートンのキャンドルを狙ってんじゃん。ここは印刷所かな。お、なんかある。いや、今日、お、 こだったゲえタ調査隊か人々が有名人年月が洪水後えな何それ条件って何よ 欲しいで有名人で大勢後わからん。とりあえず、今は無駄もね。さてと、ぐるっと回って、警察署に辿り着いたぞ。H ってことは人がいるってことだな。こんにちは、おまわりさん。おやおや、ようやくお見えか。アルバートするモートの事件を解決した天才、チャールズ・リトライかこれは褒めてんのか、皮肉なのか。あ,あ、カリブリオン・警部だ。お召しりおきよ。で、我々、マヌケにお手でありますから、ホームズ殿・ド やっぱ、なんか、記録に目を閉じただけだ。皮肉っぽく言ってんな。俺れはお手伝いをさせてもらえませんよと。だけだとスログモンスターの前で大恥を吐かせたら気が済まないのかああ、そういうことね。それ知らんよ。別に俺は一気が吐かせたけやん。あんたらもなんか侮辱するわけじゃないしさ。よそ者は身のほどを分けえるべきだ。うわぁ、嫌だな。お前みたいな心臓者は目障りだ。余計なことしてみろ。犯罪者は同署に扱ってるからな。最悪だな。うん、まい、あ、記録を利用してみろ。スログモンスターの後ろが気が遠いだ。 よく覚えとけ、リードくそ貧文社ではちょっといい待遇だったからまさかと思ったけどやっぱ俺のことを嫌になる人はいるんだないやまぁ、あ、実質ここでいっぱい俺盗み働いてるからもう犯罪者と同期と言っても過言でもないけどな資料室ってのはここかい俺一緒だねカータたマジここら辺分からんわえこの資料の調べ方どうすんの今すげえ人通ったなバリケードの意味あるのかしら わいるわ、いっぱいあれ化け物なうわうわやべえのいるーめちゃくちゃやべえな今こっち来れねえだろよしよいしょいった撃たれた街中で発砲したからかいやあ街中で発砲したから撃たれてるやだやだやだごめんなさいええやっべ街中でやっぱ発砲したらダかいくら化け物大事とは言えたやべ まだいんの救急箱ゲッチュー。まだいるよねーそりゃ。まだいるねー。いてー助けてー死んじゃうー警戒に乗れて死んじゃうよーこの先行けば、精神科病院やるわ。わ。やばい声する。うわーやべやべやべ。普通にいんのかお前ら。あ。普通にやられましたな。 これやられ、ああ、でもやられたら体力結構やばいんだな。一応、体力回復しとこう。いや、救急結構大事だな、そしたら。こんにちは。何がご用ですか会話できないんだな。あそこ、終わりは近い。それでは始まる。はあ、おわ、まさに精神科って感じ。うーんー、でも何もねえな。また無駄ぼね前入ったビルはこれやんな。出てきたー。 ナイス有能おりゃ強えな、あの女性でなんでこんな視界が歪んでんだ体力のせい救急箱ありがてぇ当たんねえかなあ、当ててるわいた食らってる銃射撃って うわ、なんか幻覚出てる。よし、倒した。なんか、なんか幻覚だって、俺。パンチめっちゃ減ってるわ。超幻覚出るんだけど。ああ、なんかもう、やめて、やべやべ。めっちゃ幻覚見てる。めっちゃ幻覚見てる。よし。もうなんか銃構えられる幻覚見てるだけど。よし、倒した。これで安全っぽいな。これは何ああ、弾か。何かある。おお、いいね。 このマークはいっぱい弾あるよマークなのかな弾というかアイテムか。まあ、頑張った報酬やな。じゃあ、この下オーリよ。アイテム。いいね。コルダイト爆薬とかね。わあ、なんか FFF なだっけなんかアメリカの白人京都みたい。一応、こっから出れる。おお、いいね。めっちゃゲットできるわ。Thank you。とりあえず、アルコールあるから、救急キット作っといて、 リボルバーを弾作っとこう。ただ結局何もなかった。ほぼ途中で渡れれば早くとアルコール、アルコールは救急箱を作れるからありがたい。そんぐらいかな。アイテムがちょっとあるよっていうぐらいなんかな。これは、ほの目。んおーん。幻覚なんだこれは隠されている部屋。これはいいものいっぱい入ってる。全然入ってない。 なんでこんな隠された部屋があるんだアルコール。あ、なんかある。お母さんもお父さんもどこに行ったかわかんない。お母さんが私のどでこにキスをしてクマさんくれてどっかに行った。もう何日も前。ずっと一人ぼっち。私もクマさんも寒くて寝ている。もし誰かが毛布を持ってきてらすぐてしい。この手紙をめくたのいい人だったら私の家はたくさんお花がある茶色の家です。今は濡れて悲しいけど、あたたたたの日に助けてくれるお友達だ。でもね、怪物やめて。私は赤くてネバネバだから。 何これ茶色の家です。お花がたくさんある茶色の家です。何か手上がりはゲッチュしたのかな一応ここは化け物地区だからな。なんか魔術的なことしてるしな。わあなんか出た。でっけー。いるな。まあい,いや、合わせるかあいつ。家庭ってたま何発使ったんだなあいつに。あいつに何発使えば。 気が済むんだよ、マジで。無理だ、あいつは。やっべ、めっちゃ玉無駄遣いしたー。はい、というとことで本日この辺で終わろうが全然進んでないな、マジで。いや、どこ行けばいいのかさっぱりわからんねよここのステージ。もう玉は使い切ったし敵は強いし。どうしよう、本当に。まあ、次回はとりあえず色々探索してみていくかな。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。